はい、まあね、動画撮ってんのは最速だけど、アップロードは普通に遅い。アップデートきましたね、トレジャークルーズ。はい、一言言って、使いづらいです。はい。まあまあまあ、もう名前出してもいいけど、まあ、個人情報がないよね。ほら、これ。はい、これ。まあ、一瞬、まあ、ちょっと止めてもらえればいいとか、めっちゃ使いづらい。で、多分これ使いやすい人って上級者だけだと思うんだけど、上級者の人でも使いにくいでしょって考えたの。言うて1800でしょ ?6 個でしょ ?6 個しかいかないんだよ。そんな。使わねえよ。はっきり言って。これ便利。俺は、ちょっと先に動画で言っていく。いや、でもね、多分こういう一流トレックラーからしたら、いや、便利ですねって言うかもしれないけど、単純にこの画角が狭くなってんだよ。見づれえよ。なあ。いや、やっぱ、すごいワイドだったわけじゃん。もう一列違ったわけじゃん。いや、うぜえ、これガチで。変なバーも出てくるでしょ?バー出てくるけど、もうほんと使いづらい。まあ、動画撮ってるのは最速なんですよ。まあ、12月18日の5時12時36分、今撮ってますけど、5時12分の、あ、今40秒になりましたね。12月18日のね。はい。すぐですよ。超使いづらい。それだけですね。これほんとゴミだな。あ、でもね、あ、でも嬉しいのはこれだけだ。あの、絞り込みで限界突破って出せるようになったな。これは嬉しい。これは、これだけだね。これで、属性ってやるじゃん。あー、でもこれ結構嬉しいかな。うん。あー、これ嬉しい。うん、これだけだね。うん。でもこれする必要あった?運営ってやっぱトリクルやってないのかな?いや、限界突破って項目しか嬉しくない。逆に言うと。うん。うん、いやー、でも使いづらいっすね。いや、でも限界突破っていう欄はすごい嬉しいっす。これは結構嬉しいけども、いや、これは普通に嬉しい。今までバーってやんなかったらいけないのが、限界突破バンって出てくれるのだけは嬉しい。だって一括ダウンロードなくなったんでしょ。うん、石を上げないためでしょ、一括ダウンロード。ダウンロード時間長くなるから。ふざけん、まあ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 、いや、でも一括ダウンロードっていうのがなんか、まあ、いろいろ、なんか解析班にとってはきついことなのかな。あ、ダウンロード入ったって言って、やられる、悟られにくくなったってことなのかな。わかんないけど、ダウンロード入ったってことは、ああ、今ダウンロード入ってるね、みたいな感じのができなくなったんだろうね。それはショックなんじゃない?うん。でも、できるかもしれないけどさ。あ、でも、やっぱ限界突破っていう項目はすごい嬉しいですね。でも、なんでこれ入れたっていう。だって、現状、これ使わないでしょ。これオフできないの?前の表示に、なんでそれできないの?あ、まあ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 、ね、いろいろなくなりましたね。あ、意外になんかコロシアムスケジュールとか、その他に食い込んできたんだね。でも、カモメさんで見れるかな?え、カモメさんは、
うん、まあ使いにくいなでした。まあ俺は今とにかく、まあ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 、じゃあバイバイ。